スパルタの社会システムエフォロイとは、古代イギリシアのスパルタで設置されていた公職であり、スパルタ王と共に権力を分け合った。エフォロイは、定員5人であり、スパルタ市民の公選により選出された。エフォロイの語源は、パイとローオメガから構成されている。エフォロイは複数型で、単数型はエフォロス。日本語では監督官と訳されることが多い。 エフォロイの制度は、ヘロドトスによるとリュクルゴスが設けたとする一方で、プルタルコスはリュクルゴス以降に考案されたと記している。エフォロイは、スパルタ市民から選出され、すべてのスパルタ市民が非選挙権を有していた。なお、エフォロイの再任制度はなかったため一気で退任した。エフォロイは稀にしか協力しなかった二人のスパルタ王の権力のバランスの上に立っていた。 エフォロイは二人の王が不仲であれば勢力が強くなる。一方で、二人の王が一致協力して、国政を遂行する場合はその政策に介入することが許されなかったため、国政に対する影響力も低下した。プルタルコスによると、毎年秋に実施されていた流血沙タによる罪を恐れることなしに、あらゆるスパルタ人が軍事訓練として、 ヘイロ隊を殺害できるヘイロ隊に対する戦闘行為はエフォロイが戦線布告することにより始められた。エフォロイはスパルタ民会の召集や法案提出の権限を保有し古代ローマの五民間と似た感触であった。ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルはエフォロイの権限について フランス革命における一時期のマクシミリアン・ロベスピエール派が行使した権限と類似していたと考察している。多数決による決定が制度化されて以降、紀元前403年にスパルタ王のパウサニアスがアッティカエ軍を派兵したが失敗に終わったためスパルタ市民から告訴された際に3人のエフォロイを 納得させたことなど、エフロイが方針を変更したとき、スパルタの政策をたやすく変更することが可能であった。なお、このことは、リュサンドロスの政策が完全に転換されたことを意味していた。紀元前227年、スパルタ王クレメネオースがクーデターを起こして、5人のエフロイのうち4人を殺害した。その後、クレメネオース自らが、 エフェロイの職務を兼ねたため、エフォロイはこの時に一旦廃止されたが、セラシアの戦いの後に、クレメネオスを追放したアンティゴノス朝のアンティゴノス三世、ドソンは、エフォロイを復活させた。なお、エフォロイはおそらくハドリアヌスによって廃止される2世紀まで、存在した。クセノーポン、コンスティテューション・オブ・スパルタ15.7世界、第百科辞典2015年4月15日閲覧。 ヘロドトス1.65、プルタルコス、英雄伝、アーギス12、ライフオブライカーガス、28、378とクセノポン、コンスティテューションオブスパルタ15.6、クセノポン、ヘレニカ2.3、9から10、プルターク、アギス12.1、16.2、プレイトーローズ3.692、アリストテレス、ザポリティクス2.6、14から16、A1M、AH、ジョーンズ、 スパルタ、オックスフォード、バジル・ブラックウェル。1967、P26、ロバート・ストルーブル、ジュニア、トリーテス、オン・トゥエルブ・ライツ、チャプター6、サブセクション・エンタイトルド・エンシェント・グリース。ヘーゲル P68、a ビ・ヘーゲル P72、ドナルド。ケーガン、ザ・アウトブレイク・オブ・ザ・ペレピネシアン・ウー、ページ29、イサカ。 ニューヨーク1969 ISBN 0-801495563プルタルコス英雄伝クレオメネース9-10プルタルコス英雄伝クレオメネース30ありがとうございます